私が見た十軍慰安婦の正体首相の靖国神社参拝や十軍慰安婦の問題は全く理由のない他国からの言いがかりで多くの方々が論じているところだ南京大虐殺と同様多言を了することもあるまいと感じていたのだがいまだに猛言、暴言が消え去らないバカさ加減に呆きれている戦後60年大東亜戦争に出征し戦場に生きた者たちが少なくなりつつある玄根私は証言として 慰安婦は完全な小行為であったことを書き残そうと考えた。外地に出動して駐屯する部隊にとって治安維持と戦部工作上最も障害になる問題は兵士による強姦と略奪・放火である。そのためにどこの国もそれなりの対策を講じていることは周知の通りである。大東亜戦争時、戦場には慰安婦は確かに存在した。当時は交渉が認められている時代だったのだから至極当然である。 野戦に出征した将兵でなくとも一般に誰でも中軍看護婦という言葉は常識として知っていたが中軍慰安婦という言葉は聞いたものもまた使ったものもいまいそれは日本を貶としめるために後日作った造語であることは確かだみだらな言葉だが中国戦線ではツンコピーチョウセンピーと呼んでいたはずであるが他の人の見ているところでするはずのないことだけに慰安所のことも慰安婦のことも 公の場で事故の見聞を正確に発表する人が少ない。あまり詳しいとよく知ってるねと冷笑されるのがオチだろう。ではなぜ君はと私に聞かれるだろうが、幸い私はその実態を外から観察できる立場にあったから、何も臆することなく、世の誤解を解くために発表することができるのだ。ガンの慰安所見学。商社員として17歳の春、中国洋輔港中流のガンコ武館に渡った私は。 日本軍が占領して、まだ5ヶ月しか経っていない、いわば荘園の匂いが残っているような町に住むことになった。当時、観光の町は、南民区、中核、日核、フランス疎開、日本疎開、旧ドイツ疎開、旧ロシア疎開、旧英国疎開に分かれていて、地区ごとにそれぞれ事情に合った警備体制が敷かれていた。日核とは、日本人と中国人とが混じって住んでいる地区で、そこに住む中国人は、中核に住む者と同様、両民証を携帯しており、 そうでないものは警備難民区に住まされていた。難民区は日本兵も出入りを禁止されていて、私たち在留邦人は届け出て許可を得なければ出入りできなかった。それだけ危険な場所だった。私は仕事が貿易省だから、難民区以外はよく歩いた。ある日、汚れた軍服を着た兵士に、慰安所はどこか知りませんかと路上で尋ねられ、一瞬思い当たらず戸惑った。しかし、看板に黒々と、ガン特殊慰安所と書いて壁に掲げていて。 その前に、保証と憲兵の腕章をつけた兵隊が立っている場所を思い出したので、その通り教えてあげた。映画館と同様に、日陰にあった。汚れた軍服から推測して、作戦から帰ってきた兵士に間違いない。町を警備している兵士は、そんな汚れた軍服で外出してないからだ。私は、特殊慰安所かなるほど、作戦から帰った兵士には、慰安が必要だろう。小遣い戦もないだろうから。 無料で、餅、まんじゅう、うどんなどがサービスされるのだろうと早がてんしていた。ところが、私の知人が営む商社は、日用品雑貨の他に畳の輸入もしていて、それを慰安所にコンロームなどと一緒に納入していたので、慰安所の出入りが自由であった。彼に誘われて、一般在留邦人が入れない場所だから、これ幸いと見学に行った。私たちは、憲兵に集金の要件を話して、まず仕事を済ませた。日が暮れていたので、お茶っぴき。 客のない遊女が大勢出てきて、経営者と私たちの雑談に入ろうとしてきたが、追い払われた。そこには、内地人も、先人も、中国人もいた。現在、先人は差別用語とみなされ、使われない。しかし、朝鮮半島が日本統治だった当時は、日本人、朝鮮人などと言うものなら、彼らに猛烈に反駁された。彼らも、日本人なのだからという理由である。群がってきた彼女たちは、商売熱心に、私たちに媚びてきた。 憲兵は特別な事情の時以外は部屋の中まで調べに来ないからである。料金は女性の出身地によって上中下がある。また、利用時間も兵士は外出の門限が日没までだから日中に限られるが、歌手間は門限が長く、将校になれば週夜利用できる。料金も階級の上の方が割高で、女性たちは当然同じ時間で多く稼げることになる。半島出身者に、古著かと思ったら兵長か。精神決めてとっとと上がれ。 ネタンはネタで勉強するとか、笑うどころではない涙ぐましいまでの努力をしているのも聞いた。内地人のある将棋は、内地ではなかなか足を洗えないが、ここで働けば半年か1年で洗えるといい、中には1日に27人の客の相手をしたと豪語するつわものもいた。どこにもいなかった性的奴隷。ここで親しくなった経営者の話を紹介しよう。体力的に大差がないはずなのに。 内知人は兵士たちと言葉が通じるために情が通うのか、本気でサービスして商売を忘れ、健康を害してしまう。そのために送り返さねばならず、経営者にとって利益が少ない。兵隊さんには、内地人ばかりで営業するのが本当だが、と本音を漏らしていた。私の育った町には、下流会があったので、敬意と借付をよく目にしたが、当時は、苦労と女と呼ばれた彼女たちの外出姿でも、一般の女性と見分けることができた。 その目で見れば、元光の街でも同様だったが、特に、朝鮮人の女たちは、特色があった。というのは、彼女たちは数人で外出してくるのだが、民族衣装ではなく、着慣れないツーピースの様相のせいで、着こなしが悪く、また、歩き方にも特徴があって、一目で見分けられた。彼女たちは、実に明るく楽しそうだった。その姿からは、今どき大げさに騒がれている、性的奴隷に該当するような影は、どこにも見出せなかった。 確かに昔からの言葉に氷菓子と女郎屋の亭主は畳の上で往生できぬというのがあった明治時代になって人身売買が禁止され前借と形は変わったが娘にとっては売り飛ばされたことに変わりはなかった先術の足を洗うとは前借の関西を終えて自由の身になることを言うのだが半島では悪毒詐欺的な手段で女を集めた者がいるという話はしばしば聞いた騙された女性は本当に気の毒だが中にはこんな話もある 中軍看護婦募集と騙されて慰安婦にされた。私は高等女学校出身なのにと、兵士や歌手観を涙で騙して、規定の料金以外に金をせしめているしたたかな女もいた。また、それを信じ込んでいた純な兵士もいたことも事実である。日本統治で日本語が通じたゆえの笑えない喜劇でもある。ところで、その慰安所にどれだけの金が流れたのだろうか。これが慰安婦が商行為であった確かな事実である。私の時刑が死刑証拠で、 韓国にある軍司令部に直接関係ある野戦医療省にいたので、慰安所について次のような統計があると教えてくれた。当時、韓国周辺には約33万人という兵力が駐屯していたがある理由で全軍の兵士の金銭水筒帳を調べた3分の1が飲食費、3分の1が郵便貯金、3分の1が慰安所への支出だった。貯金は給料のわずかな兵士たちにとって嬉しいことではなかったが。 上司からしつけとして教えられている手前、せざるを得なかったのが実情だった。私も、初年兵として1か年、厚生省南省にいたが、食べたいのを我慢して貯金した。一人の兵士がそれぞれ3等分して使ったわけではないだろうが、人間の三大欲は、食欲、睡眠欲と性欲と言われるだけに、貯金を睡眠に置き換えると、全く物差しで測ったような数字である。ちなみに、当時の給料は、 A は1ヶ月平均13円ほどで、その3分の1を約4円として計算すると、33万人で総額約132万円になる。冷戦など戦闘機1機の価格は3万円と言われたが、実に44機分にも相当する。サラリーマンの初任給が40円そこそこの頃だったのだから、経理部の驚くのも無理のない話である。以上が私が商社員として約3年半の間、外部から眺め、また聞き得た慰安所と慰安婦の実態である。 私が韓国を去った昭和17年夏以降に、韓国兵隊、作戦軍の後方にあって、車両、軍需品の全創、補給、修理、後方連絡船の確保などに任ずる機関の副官で、慰安所等を監督した将校の表した韓国兵隊と照合してみたが、地名、位置等について多少の相違点は見出したが、本来の慰安所について相違はなく、より内情が詳しく記されていた。これでは、誰がどう考えても、将校位であるとしか言いようがないだろう。 小行為ではない、軍による性的奴隷であると、それでも強弁するとすれば、知らなすぎるのか、愚かで騙されているのか、そうでなければ関西人が冗談めかして言う、いくらかもろうてんのなのかもしれないが、あまりにも馬鹿げた話である。問題にして、騒ぎ出す者たちの狙い。次に、軍関与の暴論について証言する。私は、20歳で現役兵として入隊、直ちに中止の、厚生省南省の部隊に出征した。 初年兵教育が終わって作戦参加、ついで幹部候補生教育、途中また作戦と、一か年一度の外出ももらえずに、久留米の予備士官学校に入校してしまったから、外出して慰安所の門を潜る機会に恵まれなかった。だが、初年兵教育中、古い兵士には外出がある。外出のたびにお土産をくれる4年兵の上等兵に、外出でありますかと挨拶したら、おう、金が貯まったから、朝鮮銀行に預金に行くんだと笑って返事をしてくれた。 周りは周知の隠語だから、薬と笑うだけだった。南昌には師団司令部があった。慰安所には、内地人も朝鮮人も中国人もいて、兵士は懐次第で相手を選んで遊んだのだろう。私は幹部候補生の教育を、南昌から30キロ以上も離れた田舎の連隊本部で受けた。慰安所は連隊本部の守備陣地の一宮に、鉄条網で囲まれて営業していた。 教育の末期に候補生だけで本部の衛兵勤務に就くことになった。もちろん勤務は24時間である。私は営社係だったので、保証に立たないから、何度も保証を引率して、巡殺に出た。巡殺区域の中に、慰安所も含まれていた。前線の保証は、常時戦闘準備をしている。弊社内の不審版でさえ同様だ。鉄棒をかぶり、銃には弾を装填し、夜間はもちろん着見である。その姿で、慰安所の周囲だけならまだしも、 国内も巡殺し、責任者の差し出す現在の利用者数の記録を確認する。軍機の維持とゲリラの奇襲攻撃を警戒しているからである。考えてみるまでもない。そこで遊んでいる兵士は丸腰どころではない。もっと無防備で、不用心な姿のはずである。その将兵を守るべき責任は、部隊にあるのは当然だ。それに、性病予防の問題もある。そんな田舎に医師や病院があるはずがない。 性病予防のため、軍医や衛生兵が検査を実施するしかない。慰安所の経営者は中国人だったし、日本では当時公認の将棋と呼ばれた女たちも中国人だった。彼らも食料やその他の生活用品が必要だ。大人数なのだから、それなりの輸送手段もいる。偏僻な場所だから、部隊に頼る以外、方法がない。部隊が移動するときも、そうなるだろう。私の話す湖北省の言葉も、大体通じたので。 経営者と立ち話をして彼女たちについてそれなりの様子も聞き出せた今でも慰安所の両側に部屋のある中廊下を巡察した不遂な自分の姿を思い出すがこんな漫画にもならない風景が現実にあったのだこれは私の舞台だけではないと思うもう60年も昔のことである時代が変わりまた平時と戦時の違いもある従って将棋ここでは慰安婦に相当するに対する解釈も当然変化しているそうであるにもかかわらず すでに証拠も不完全になっていることを幸いに、今さらこれを問題にして騒ぎ出す者たちの狙いは何なのか。言えることはただ一つ。不完全だからこそ、わめき散らしていれば何かが得られると狙っているということだ。戦場に身をさらし、敵団の洗礼を受けた者として、最後に言っておく。このことだけは確かだ。野戦に出ている軍隊は、誰が守ってくれるのだろうか。周囲がすべて敵、または敵意を抱く住民だから、警戒を怠れないのだ。 自分以上に強く頼れるものが他に存在するとでも言うのならまた話は別だが、自分で自分を守るしか方法はないのだ。軍は慰安所に関与したのではなく、自分たちの身を守るための行為で、それから一歩も出ていない。異常に多く身を結んだ果樹は枯れる前兆、で、種の保存の摂理の働きと説明されるが、明日の命も知れぬ殺伐とした戦場の兵士たちにも、この自然の摂理の真理が働くと言われる。彼らに、成人軍しか、 前週の悟りを開いた奉仕の真似をしろと要求することが可能なのだろうか。現実は少ない給料の中からその3分の1を慰安所に持っていったことで証明されている。有り余った金ではなかったのだ。兵隊さんと、郷里の人々に旗を振って、戦場に送られた名誉の兵士も、やはり若い人間なのだし、一方には、そうまでしてでも、金を稼がねばならない、貧しい不幸な立場の女性のいる社会が実際に存在していたのだ。買うから売るのか、売るから買うのかはともかく。 地球上に人が存在する限り、誰も止めることのできない、この行為は続くだろう。根源に人間が生存し続けるために、必要とする、佐が、が存在するからだ。従軍に安婦なるものは存在せず。ただ、戦場で春を売る女性と、それを仕切る業者が、軍の弱みにつけ込んで、利益率のいい仕事をしていたというだけのことである。こんなことで騒がれては、被害者は、むしろ高い料金を払った兵士と、軍の方ではないのか。